宗山くん、楽天決定の瞬間をカメラにうっかり撮られてしまう。どんまいやで、メンキかけろ行きたかったのかな。食いしばってるな。広島行きたかったんかな。後ろは演劇でもやっとるんか。もう野球人生終わったみたいなもんやからな。みんな同じ髪型で草。微妙な空気なの草。ドラ1指名されたのに一体なぜ。楽天で育成成功した野手っているんか。駅伝で見たような色やな。ほんと人権にうるさいこの時代にこの制度すごいわ。チームメイトに必中の球団くらい行ってそうだし外れて周りもあーって思ってるリアクションだな。そらまあなんか内部ごたついてそうやしなあ監督コロコロ変わるし。2年目で年俸下げられそうやもんな。音声なしで見てるといつ指名されたかわからんな。後ろにいるの女の子かと思ったわ。年俸はポイント払い携帯キャリアは楽天モバイル縛り別にこういうのはないんやろ。すごいなここからインタビューしてるとこで立て直したんか。ショートは10年安泰だけど、今の12球団で一番嫌やろ楽天ってチニドラとカロッテとか全然空気良さそうやし。契約金は4000万や、楽天ポイントでな。まあオーナーがスター選手大好きだから大事にしてくれるよ。ご視聴ありがとうございました。